こっちから見てると松ヶ瀬のあの地位がまあこの流局しましたけど、ね、うん、まあでも多いの多いのやっぱり上がりを潰したのはありますよね。結果的にはそうだね。うん、まあそれは松ヶ瀬は分かんないからね。そうですね。すねちょっと寒かったなと思ってるかもしれないね松ヶ瀬はね。でも多いとしては分かってますよね。だってチーマンと受けられてうそうを受けられて。 そうっっっててて、ね、<laughs> て思ってるよ <laughs> 思てるよ不満ですかねおお顔が <laughs> にえさあ親をしりま当院局一本場許諾一本ありますドラがウーマンです。 夫人中さん、まあまあいい。親の谷野の手配はこちら。あ悪くないでしょうか。これはもうなんかめっちゃいいやつやんすか。すめっちゃいいやつじゃんこれはい。やばい来たよ谷のリーチ構成。来たもう乾パスそが欲しいけどパーソが一枚ない一枚しかないドラが。あマンズのドラじゃねえわ。だから、うん、マンズ伸びりゃいいんだもん。 そうですね。すねいつ,いつ、ね、ずっと三色か。でもこれでくッとパッソも積もってくたらもう勢いよくリーチですね。谷さん。松ヶ瀬はソースが伸びる。谷はいつも勢いよくに。勢いよくに <laughs>。いつでも勢いよく。勢いがない時がない。あ、さあペイちゃんの藤中ペイがアンコになりました。<お>藤中も嬉しいですね。おっとこれは。勢そでしょ。うん、はい。 当然そうですね他人としてはローソを引けば6七八の三種類できますしね別にパーソを引いても振り点に1はい大物手が決まるか他人できれば振り点にしたくないからローソウかバンズに挑みてほしいうんだからまあマンズがね形いいから別にパーソを引いてです。これはこれじゃないこれじゃないやつですねこれじゃないやつ サブロッキーワンだけはいらないだけはいらない高速でつもぎるそこだけいらないでもパーマもいらないかパーマもいらないねパーマもそうですかね藤中さん来ましたよこれどうなんですか藤中やっぱりリーチして決めたい感じなんですかね藤中現状トータル4位だからこれを泣いて簡単に上がる ってことはしたくないんじゃない?。他人の親だからしてもいいんだろうけど、かといっても多いと二人並んでるから。じゃあ、その二人の上に行くにはって考えたら、この手やっぱリーチしたいよね。自分の加点がもう第一だと。先に三面ちゃんが埋まっても、どっち。ね、シャンポンか、ペン、ね、ペンちゃんにするか、かん、ンちゃんにするか、まあ、リーチは打ちたいところでしょうけど。はい。どうだ。できれば、マンズから先に埋まって、三面ちゃんでリーチ打ちたい。 サブローマンしかいかないですね。あ泣いた。あさあこのローマンポンしました藤中。泣いたね。泣きましたね。リャンパーピーのテンパイ売れています藤中役はペー。そう。あこれは難しい。これはあこれ結構難しいね。チーズソーキルでもあるからね。マンズは手かけないと思うけど。なるほど。ピンズの伸びを見ます。ピンズの色連携ね。はい。難しいこれは。自分で三平を切っているんですね。どうしましょう。 お、ここは回避です、谷。放重回回避、自然に放重回避ですね。うん、これで今、レアンパーピン七枚。さすがにいっぱいいますね。さすがにいっぱいいる。<laughs> あ、きた、パーピンじゃない、これ。あ,これあ、ローピンか。ローピン。ただ、まあ、ここはパーピンがね。使えますから。うわ、チーワン食い上げられて悔しい上 <laughs> <laughs> ソースが来ますね松ヶ瀬はこれはどうしましょうピンズ外したらもう,う、ね、ピンズ外したら終わりですもんけどね<あ>これでもでもリャ,リ,ャリャンゾーとかじゃないですかやっぱ松ヶ瀬さんそうですねいいシャンテンきたさすがに埋まるかうんピンはいそこで一枚減ったがまだまだ天こ盛り天こ盛り どんだけサブロー・キューマンを引かされるんですか。サブロー・キューマンに愛されてる。愛されてますね。これでこれで良くなった。あ谷さんじゃなくて松ズさん。今はそこじゃないんだよな。藤でもリッチって来られるとさ結構いけないからね。そうですね。来たか。来た。振り返ったですが。こもリッチに行きます。補充開始したからね。なるほど。こうなった藤中は。 かまあ回ることは結構多いと思うんだよねキュー1頭出した。来たよ。いっぱいぐらい押すかな。来たよこれ俺のカウント間違ってなかったら。例のやつです。例のやつですか。何？五山遊園地です。はいありがとうございます。言いたくてしょうがないですね小山遊園地。そうなんです。フリテンの小山遊園地サブロッキピン。 さあ大井が考えますねトンはあ、トンションパイか期待はサブロキビ皆さんでご、五山遊園地を応援しようションパイのトン藤中さんは行きましたねそう戦ってますよ一発でツボさすが小山遊園地さあ裏ドラは乗りませんがリーチ一発ツボピンフドラ一。 4000は4100ドルのつまがりとなりました。いや振り返一発つもですよ。<laughs> 強い。やっぱり来た。名物小山裕二。名物だから上がりだすよ。うん、<laughs> 名物だからだった。<laughs> いやでもこれ大きいですよね。だってあそこでウーパーピンを谷があそこで選んでればこの上がりがなかったわけですから、うん、4000 40ね4 0ルはすごく大きい上がりを、うん、難しい選択だったと思うよ。うんうん、はい。うん、マザスリアルチャンネルをご覧いただきありがとうございます。 マージャンに関する動画をほぼ毎日アップしていますぜひ、えー、チャンネル登録、えー、高評価、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします